はい、こんにちは。今日は12月の頭に妻とユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきた動画を上げていきます。平日で人も少なくてですね、ショーやアトラクションとか、それからレストランも空いててすっごい大満足でした。で、この動画を見て、そうだ、ユニバに行こうって思った方、年明け、特に平日ですね、行ってみていただけたら嬉しいです。それでは動画へ早速入っていきましょう。レッツゴー！楽しんでってくださいね。キュー！環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くした。あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地、ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし悪の帝王ディーコンの
ハリーポッターがあなたの寮に入って誇らしいでしょ、ゴドリック。ああ、立派な若者だ、ヘルダ。ポッター、ポッター、ポッター。あんな目障りな奴はスリザリン死んだら補欠にもなる。なんというの、サラさん。見てらっしゃい。私は今日若きポッターとグリフィンドールがスリザリンに覚悟を追いかけるわ。いい選択をしておくれ。チャートル。次期闇の魔術に対する防衛術の教室じゃ。一応警告しとくけど、ここにいたらリンズ先生のホグワーツの歴史の授業延々聞かされるよ。言っておくけど、ホグワーツの歴史はとても面白いの。そこは乗らぬこと。こうや。Thank you.
最後まで動画ご視聴ありがとうございました。この動画を見て、年明けユニバに遊びに行く人が一人でも多くいてくれたら嬉しいです。年始からですね、また心理学習慣化のシリーズをスタートさせていく予定ですので、そちらもまたご覧いただけると嬉しいです。それでは皆さん、良いお年をお過ごしくださいませ。さよなら、バイバーイ。